元金プリ平野耀と神宮寺勇太、滝沢秀明氏の芸能事務所、戸辺への合流浮上で激震、北山博光や三宅健も、一大勢力誕生か。元金プリの平野潮と神宮寺勇太がジャニーズ事務所を離れてから約1ヶ月が経ちました。彼らとの合流の噂が広まり、芸能事務所、戸辺への参加が浮上しています。 これにより、ジャニーズに対抗できる大きな勢力が誕生する可能性が見えてきました。現在、キンプリは長瀬角と高橋山の二人体制で活動しており、積極的にテレビ出演をしています。最近では、ジップに生出演し、高橋が主演するドラマ、だが、情熱はある、の主題歌、何者、を披露しました。 一方、平野と人流児の動向が注目されており、週刊女性プライムによると、かつて所属していたジャニーズ事務所の元副社長で、今年3月に芸能事務所、飛べ、お立ち上げた滝沢秀明氏と合流する可能性があると報じられています。 音楽関係者によると、もともと海外での活動に意欲的だった平野と神宮寺は、アメリカで活動している元メンバーの岩橋玄樹と交流するのではないかと噂されていましたが、まずは滝沢氏と行動を共にするようです、とのことです。ただし、この結論は最初から決まっていたわけではありません。同志によると、5月から6月にかけて、 家族も含めて何度も、飛べ、側と打ち合わせが行われ、6月上旬にエージェント契約が決まったそうです。所属タレントではなくエージェント契約ということからも平野たちが主体的に動いていることがわかります。海外での活動を考える上でも、エージェント契約を結んでおくことは便利ですし、と、戦術の音楽関係者は話しています。 滝沢氏には、夏に事務所を退所するキスマイフト2の北山博光や元 V6 の三宅県、さらにはジャニーズ JR の7人組グループであるインパクトオーズノップと、他の退場組も合流するのではないかと噂されています。大手芸能事務所のベテランマネージャーは、すでに新グループのデビュー話が滝沢さんの会社で出ています。 滝沢さんには求心力がありますし、具体的な話が進めば大きな波紋を広げる可能性があります。一大勢力になることも十分に考えられますね、と語っています。この激動はまだまだ続きそうです。ぜひチャンネル登録をして、最新情報をスムーズに受け取ってください。心から感謝しています。ありがとうございました。